どうしたの？早く選んで。人事だと思って、真田のやつ。正直、あまり選ばれたかはないね。何を考えているのだ。何？どういうこと？君は…意外に部をわきまえてるんだね。てか、気づいてたのかよ。俺が嫌がってたの。ですが、それならあなたはどうする気なのですか？修練院を辞める気ですか？なぜそこまでこだわるんだ。忍術ならば修練院以外の場所でも磨けるだろうに。の道を選ぶだと。エンドレスダークに囚われし、ラストヒロインにでもなる気なのか。一人きりのオデュッセウスのように。ダメだよ。君の意思は分かったわ。けど副理事長にも言ったように、修練院では単独行動は許されない。だからさ、ここにいる面々に数日間ずつ交代で相棒になってもらうのはどう？なるほど。それなら僕たちの負担も少なくて済みますね。そうは思いませんか？数日か。確かにな。俺は…サスケ、さっきは言い過ぎたと後悔しているのでしょう。なら少しくらい妥協してはどうですか？サスケ、別に後悔なんてしてねえよ。まあちょっとくらいなら相手してやってもいいけど。闇夜の竜王たる我とて承諾してやろう。苦痛という名の甘美な誘惑が降りかかることを恐れぬのならばな。うんうん、ユリもキリガクレもサルトビもガライアも了承してくれたみたいだね。これなら君も気が楽でしょ。俺は了承なんてしていませんけどね、真田先生。必要なことでしょ。黙って従い。
は少しの時間だからね。君は姫だし。ともあれ、例の忍術は発動させないでほしいかな。それじゃあ最初の相棒は誰がいい？真田先生、よければ僕が最初に彼女の相棒になりましょうか。僕は2年1組の学級委員長ですからね。義務のうちです。礼を言われるほどのことではありません。ユリはいい子だね。じゃあ最初はユリ頼むよ。次はガライアと言いたいところだけど、授業に出てこないかもしれないしな。じゃあユリの次はサルトビ、次がキリガクレ、次がアナヤマで、ガライアは最後だよ。いいね。ガライア、その頃には授業に出る。なんで俺が2番目なんだよ。文句ある？いいだろう、問題ない。真田先生のご命令ですからね。真田の命令に従うのは憤懣やる方ないが、絶対不滅の闇の使者たる我と相棒を組む貴様の勇気に免じて受容してやろう。言っておくけど、初めての相棒が嬉しいわけじゃないんだぞ。決まったね。今日から中間試験の日までみんなと一緒になって頑張って。